はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネルエブネシのピヨタです。さあ今回も東方異想結やっていこうと思いますが、ですね、今回録画ミスをしまして裏山の大樹ステージ全クリしちゃっております。まあここのステージも後ほどもう一回クリアするのですが、もう一つねお知らせ、ですね、おすすめのやつから新玉を手に入れておきました。レベルはもう20に上げております。紹介は以上、さっさとやっていきましょう。今回はね、裏山の大樹のステージとですね、もう一つここにある、大蛇の洞窟、この2つのステージをクリアしようと思います。まあなんかかなり時間かかりましたからね。光なので、デッキは断りで、一応ね前にステージの、攻略サイトは見ず、なんかざっくりと一番最初の第一ステージに書いてあるんで、それを参考に全体のねキャラの属性とかの配置を決めております。なのでね、一応サクサクには進めることができるかなと勝手に思っております。勝手にね。はい、 OK です。まずはステージクリア、さっさと行きますよ。もう一度ね、僕にとってはクリアしたステージなんで負けるわけないでしょうっていうフラグを乱立しちゃダメなんですけども、まあね、本当にね録画ミスはやめてもらいたいですね。まあ僕のアプリの入れすぎが原因なんですけど、しょうがないんですよ。シマリスとかいうねアプリが出てしまいましたから。シマリスすごいですね。もうなんか完全にメンテゲート化してたのが最近また復活しましたからね。はい、他のゲームの話するのはやめましょうか。さて、普通にねポン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 とやっていきましょう。ステージクリア。さて第3ステージ目いきましょう。ここまでがね、違う、隠れ神社じゃねえや、ですねここまでが、普通のね、いわゆる取り巻きの雑魚みたいな感じです。ここの第3をクリアした後がちょっと本番になってくる感じですね。じゃあなんで一体だけ死ぬんだっていう、そういう微妙なねツッコミはありますけども、さて旗ってちゃん、ボーンと全体攻撃ギリギリ全員耐えて、あれ連打しちゃったから、まあいいや、ドーン、オッケー。ゆうこさんは普通に強いですからね。属性違うのに断り属性持ってますし。さて、ここ、また隠れ神社おっしゃった。じゃあ、輝ける日の光。いい名前だこと。火に相性がいいのは、これか、水パーティー。あれ？これ水パーティー？火に相性がいい水パーティー。これか、やっぱり。自分で作ったのにそのやつを忘れてくるっていうね。これ水パーティーかな。なんか他に水キャラいた気がするけどな。まあいっか。さてどん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 やっていきましょう。あ、てかフランちゃんいるじゃないですか。なんで入れてないの。いや、作った本人がそれを言っちゃおしまいなんですけども、まあいいや。スターオブダビデを使ってレミリアさん攻撃は上げてからのバトレディスクランブル、 OK ですね。で、レティでコールドスナップ。ドスッと。オッケー。で、カッパ言ってる。ニトリで、お値段異常の、ニトリさんでね、やっていきましょうよ。まあ、トレディスクランブル、オッケー。かなり単体の攻撃力的には高いですよね。で、もう、ここで、あ、ギリ倒せてない。ここはもう攻撃でいいでしょう。あれ、倒せてない。もう一回攻撃。はい、倒しましたね。オッケー、オッケー。スピード重視なんでね、ボコボコいきましょう。これ20以上をゲットするためには何かアイテムが必要なんですかね。あ、またおっしゃった。もうなんか急いでるとついついタッチするな。で、次は、これ何で読めばいいのか。いつも念って読んでますけど、念じゃなんか違う気がするんですよね。念属性は火ですね。火はこれ。さて、普通にね。もうサクサクっとクリアはしたいんですけども、まあそもそも敵のレベル意外とここ中ボス高いんですよ。レベルが、レベルというか体力が。
フローディアンを使って次恋のタヌキビ、タヌキビで合ってんのかな。でゾンビフェアリーを使ってオリンちゃんが、はい、アタック、やっぱすごいですねダメージ。でチャージをしてフランちゃんでクランベリートラップ、オッケーオッケー。でパチュリーでセントエビルピラー、セントもセントエルモピラー、エルモ、エルモやばいな、ちょっと消されそうエルモですか。クッキーモンスターしか僕知らないな。じゃあ次行きましょう。降り注ぐ光の星、違う、北斗の光、光の星ってなんだ、怖いわ。これは水属性はあれでしたよね、地属性。僕ずーっとね、ポケモンやってる影響か知らないですけども、水には木だろっていう感じで粘属性当ててたんですよね。いやー、相性表を見てやっと気づきましたよ。はい、ということでね、ゾンビフェアリーを使いのキャッツウォーク、オッケーオッケー。オリンちゃんはね、弱点ダメージ与えるとダメージが上がるスキル持ってるんで、そこのところはね、うまいこと活用していかないとダメでしょう。よいしょ。おーっと、これは弱点とはいえな、減りが少ないな。ここのキャラクターたちはそこまで攻撃アップとかのスキルを持ってないですからね。よいしょ。なんで属性が違うオリンちゃんが一番火力を出してんだって話ですよね。よいしょ、オッケーオッケー、どんどん行きましょう。バッドフォーチュン、はい、もう一回ルーンナイトミューズ、オッケー。で、出せない。こうなるとオリンちゃんただのね、足手まといと化しちゃう。ごめんね、活躍してる時いいっつってんのに、あれだ、ちょっと闇の会社みたいな感じの切り方しちゃって。まだ死なないか。じゃあもう殴ればいけるかな。おっしゃ、いった。はい、ステージクリア。危ない。で、次行きましょう。ラストね、妖精大戦争。使っていくキャラクターはなんかいろんなね、最初の4属性の技をよりどりみどり使えるキャラクターを用意いたしました。はい、ということで妖精大戦争、今までのね、中ボスさんたち勢ぞろいっていう。いやー、ちょっとね、こいつら本当にね、タフなんですよ。フローディアンを貯めた後に、サブタレイニアンローズ。オッケーですね、全体攻撃。そしてゾンビフェアリーで攻撃を上げつつ、全体攻撃。オッケーですね。んで、フラミックプリンセスでチャージしたあとクランベリートラップで、まずルナを殺しにかかります。殺しにかかるって表現がちょっと怖いですけども、まあそこのところはね。そして空中ブラスター、オッケーですね、うまいこと倒せました。オッケーオッケー。あとはじゃあもう順々にね倒していきますよ。後ろのね名前忘れましたけどのやつがね、ちょっとどういう風に倒すかって言われたらね、弱点属性を持ってるのがあんまりいないんですよね。オリンだけしか持ってないんですよ、弱点属性。そこだけがちょっとね、悩みどころっちゃ悩みどころですけども、まあ背に腹は変えられんみたいな。小石が、うわー、小石が死んだ。じゃあもうここはレミリアさん登場ですね。レミリアさんで属性とか関係なく一気に押しております。よいしょ。でフランちゃんでオッケー、サニーを倒しましたね。わーっと、グレートトライアングル、トライアングル一人しかいなくなっちゃったけど、ダメージ高いな。カッパのホロロッカ、ダメージ低い。スターオブダビデを使って攻撃を上げて、バトルレディスクランブル、ドン281、いいダメージリソースですね。そしてここでオリンちゃんが使い物にならなくなる。ズシュッと。フランちゃんはチャージを使って攻撃力を上げた後、水属性攻撃。ドスッと136。そして、バトレディススクランブル、ボシュッと。OK ですね。で、
お兄ちゃんが使えないのがちょっと問題だな。レミリアさんで SP 回復させる手段もあるんですけど、時すでに遅しですね。はい、ということでね、どん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 やっていきましょう。もうなんか誰が次死ぬかって言われたら誰だろうっていうね。その前に死ぬのはお前だ的なことができるのか。グレートトライアングル、ズシュン、おお耐えた。次に死ぬのはてめえだ。オッケーですね。いや長い。なげ。これだけでね、録画ミスしたところをやるだけで10分40数秒ですよ。で、ここは水属性ですね。行きましょう。タイジナの洞窟ステージ1。さーて、普通に長い。まあ、あと1ステージお付き合いください。ステージ1。さあ出てきた。どうしよう。ゾンビフェアリーを使って、んで、水属性とか関係あるか。とりあえず貫通攻撃で、はい、蹴散らしておきの、重列攻撃を使うのか。ブシュッと。オッケーですね。で、ヒナーで、重列攻撃。オッケー、倒しましたね。そこからの、単体攻撃。オッケーオッケー。で、闇はもう、どうしよう。適当にやると、闇に効果抜群。おぉ、すげえ、オリン万能ですね。ずいぶん万能だ。いろんな属性の技持ってるのは本当万能でいいです。使いやすいんですよね。さて、行きましょう。大蛇の洞窟へ、ステージ2。はい、普通に読み込みが遅い。ステージに来ましたね。はい、出てきたのは、貫通攻撃をまずかましまして、両方ともやりましたか。それは意外。ズシュッと。オッケーですね。ワイパー、言いづらいな、ワイパーって。で、ブラッドフォーチョン。名前聞く限りなんか闇属性攻撃っぽいんですけどね。バッドフォーチョンって。ブラッドのね。オッケーですね。で、あとは、直殴り。バシュッと。オッケー。ステージ2もこれでクリアですか。さあ、さっさと、さっさとやっていくぞ。オッケー。ステージ3。行きましょう。さっきと同じような感じで、もしかしたら途中から中ボスが3体とかあったりするんですかね。ちょっとそれは怪しいな。どうなるんだろう。ステージ3。これもじゃあいつも通り貫通攻撃。オッケー。属性の相性とかがね、今一つじゃなければ倒せますね、このレベル差なら。オッケーオッケー。重列攻撃。全員属性があれなんだね、水属性なんでやりやすい。ムーンナイトミューゼ、オッケー、ワイパー倒した。ステージクリア。さあ、次行きましょう。オッケー、行きますよ。イニシエの大蛇。水8、マジか。まあ、これもいけるかな。これは普通に中ボス、これがボスステージとかだったら嬉しいんですけどね。イニシエの大蛇。さあ来い。ゾンビフェアリーで攻撃力を上げつつ、どうしよう。水属性だからな、火属性の全体攻撃を使いたいところですけど、まあさすがにそんな危ないことはできないよな。さて、ということでね、あとは貫通攻撃を繰り返して、で貫通攻撃次はないのか、重列しかないか。じゃあもう1体ずつ倒した方が良かったなこれ。よいしょ。 OK ですね。でウェーブ2。うなんだあれ。とりあえず集中的に狙います。マジか、マジかよ。死んじゃうの。ちょっとボスの威厳が、くそ、なんか強い。マジか、こいつ強い、倒せねえよなかなかみたいな、そういうノリを期待してたのに拍子抜けだよ、畜生。お、プラチナチケット。じゃあ、次回ね、また最初の頃にね、プラチナチケット手に入れたんで、一体ね、今のところの要望にあるやつから入れてね、それを報告したいと思います。おー、クリアになってる。なんでじゃあこっちの方、こんなに数が多かったんだ。
まあルナサだからな、しょうがないか。違う、プリズムリバー3姉妹か、あれ。ね、まあ今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。今後ね、録画ミスのようこういうことがないようにはしていきたいのですがね、そこはちょっと機械の不良なので断言することはできません。なちょっと内容には努めたいと思いますがね。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ではまた3日後、これ投稿次回のやつがね投稿されますので、それまで僕の毎日投稿シリーズの動画とかを、よければご視聴よろしくお願いいたします。ではじゃあねー。